着いたね。着きました。結構あれですよ、あの、うわ、秘密基地みたいなの何個もやっぱりいろいろあるんですよ。休みの日とか撮影とか。そう、普通に遊びに行く時も、はい、こことかもそうだけど広葉樹なんだよね、はい、植林じゃなくて、はい、あの原生林だから、できるんだったらさ、はい、やっぱ原生林で寝たいし。あ、なるほど。で、今時期だったらやっぱ紅葉とかめっちゃ綺麗だしさ。確かに、うん、今日もやっぱ雨予報から始まったんで。そうだよね、やっぱ雨男だなと思いながらでも逆に曇ってる方が紅葉の色はほら、あ、出るからね。すごい、うん、ありがとうございます。めっちゃいいんじゃないの。チャリンコって置きますかね。置きますか。はい、の方がハンモック貼れる場所が探しやすそうなんで。そう、まずね、まあ貼れる木のいい幅の間探すしかないから。はい、どこかな。まあ大体、はい、まあ5、6メートル、木と木の間が5、6メートル離れてるっていうところをまず探すのと、なるほど、あとはその木の太さっていうのも、まあ最低、まあ自分がこうやって抱きしめられるぐらいの太さが、はい、まあマックスで、まああとは、まあ理想はウエストぐらいの太さの木があればベストなんだけどね。ウエスト、あ、理想もあるんですね、一応。そう、別に太ももぐらいでも釣ることはできる。あ、へえ、うん。で、その木で、はい、ちょうど5、6メートルぐらい離れている木をいかに探すかっていうのが、はい、なるほど。そのハンモックプレイスハンティング。まずそっからだよね。なんか意外に離れて大丈夫なんですね。なんか僕もっと狭くないとダメなのかなと思った。そう、深大寺マウンテンワークスのハンモックで使ってるツリーストラップのシステムっていうのが、テープの部分が 1.5 メートル、はい、で調整する部分のウーピースリングっていうところが 1.8 メートル、はい、トータルで 3.3 メートルある。ほとんどの多分、はい、通常ある今ツリーストラップのシステムの中でも最長のシステムだから、はい、ツリーストラップが長ければ長いほど、はい、木の幅が広い。下手したら7メートルぐらいの幅とかでも張れる。あ、なるほど。で、長い分には一番ちっちゃかったら4メートルとか 4.5 メートルぐらいの幅でも張れるし、はい、対応力がすごい、幅が広い。広い。ただ、特にこういった原生林とかで手が入ってない森とか行ったりすると、結構幅が広かったりとか、うんうん、狭かったり、いろいろそんなに選べなかったりするんだけど、なるほど、うちのシステムだと、その選びやすい、その木と木の対応力が高いから、なんか一応理想はまあ5メートル、6メートルぐらい。はい。じゃあそれをまず探すからね、うん、はい、じゃあチュヤン、じゃあそうか、探して、これ太さ的にいけるんすか。太ももいける。あ、いける。うん、え、じゃあ例えばすけど、これだったらこのだいたい、うん、この感じ。まあ貼れるよね、全然。あ、貼れるは貼れる、貼れるは貼れるけども、ただ、はい、細いと、はい、やっぱちょっとしなるじゃん。あー、なるほど。だからやっぱウエスト、ある程度選べるんだったら最初のうちはやっぱ A クラスなスポットをちょっと探したいよね。なるほど、うん、だからどちらかというとウエストより細いんだったら、うん、ウエストよりちょっと太い方を選んだ方が。そうだね。あ、なるほど。そう、じゃあもうちょっとこっち側にあるような、うん、まあここら辺の木の方が。そうだね。あ、なるほどなるほど。でこれがダメだとすると、なんとやっぱここら辺でジャッキーさん的には、うん、貼るのがベスト。そうだね。なんか多分、はい、これ、はい、とこれなんたら多分一番。あ、でもやっぱ思ったより広いですね。うん、なるほど。これが多分ね、はい、ベストな感じかもしれない。あ、こっちでも OK。 あ、 OK。 うん、でもこれ2本こうやってあるじゃない、はい、でこっちにもあるじゃない、はい、ここで2本並列で貼れるんだよね。あ、なるほど。こういうところはいいですね。そう、だからもしかしたら、はい、こことそこでもう一本でここで V 字に貼ることもできるかもしれないし、一人だったらこれでもいいし、うんうんうん、どうせ A クラスポイントはそこで派生して2個3個共有できるみたいな場所があればさらに最高なんだけどね。なるほど、なるほど。みんなで来たらなるべく近くにいたいですもんね。そう、そういうふうに言うとここって拡張性が結構高いから、はい、いいかもしれない。あ、へえ。まあ一応なんかあるんですか、なんかこう貼るにあたって気をつける。そう、はい、そう、ハンモック の、はい、あの利点というかいいところの一つに、地面が凸凹だろうが、はい、濡れてようが貼れるっていうのが利点。
これがテントだとさ、確かにフラットじゃなきゃいけないし、なんか石だったりこういう木の根が出てたりとかすると寝れなかったりするんだけど、ハンモックに関してはまた関係ない、うんうん、ただこうやって縦に棒が出て木の枝が出てるとか石があるとかっていうと、ハンモックが刺さって破れちゃったりとかいうのもあったりとかするから、うん、一応木の幅を見るのと、次はその地面がどういう状況か見て、はい、でちょっとなんかこう石とか気になるものがあったりしたらちょっと掃除してあげて、なるほど、ちょっとクリーンにしてあげれば、はい、もうここなんか何もないから、まあ、一番張りやすいところ、はい、じゃあ張ってみる？お願いします、はい、お願いします。 OK、 まずは付属してるこれと、うん、それがあとこれがツリーストラップして、はい、ハンモックを木に吊るす、まあ、道具なんだけど、はい、構成がこういう大人間の 1.5 メートルのテープ、はい、これを木に巻きつけて、はい、このウーピースリングっていう、これが長さ調節機能の持ったコードなんだけど、はい、これが 1.8 メートル最大、で一番短くは30センチぐらいまで短くできるんだけど、はい、まあ、このやつを2つ使って1個1個でかけてハンモック乗せるっていう感じなんで、わかりました、はい、じゃあ1個じゃこれつけてみる、はいはい、つける位置は、はい、だいたい目線の高さ、あー、なるほど、ぐらいがちょうどいい感じ。その目線の高さがいいっていうのはなんかある、立った時にちょうどこう乗っかれる、そう、あ、低すぎると、はい、パンパンに手、一応やっぱしなるから、たわむから、はい、ある程度の高さがやっぱ必要で、うんうん、高すぎると今度は乗るのが大変だったり、はい、低すぎると地面吸っちゃったりとかあるから、まあ目安としては、まあ、目の高さ、はい、まあ、顔の位置ぐらいで、まあ、本当ここは通すだけなんですね、うん、こうやって通すだけ、はい、で片っぽの方にも、はい、もう一個使って、はい、これを今のところもうめちゃくちゃ簡単そう、うん、こっちも大体、まあ、目線のぐらいの高さで、はい、これ当たり前ですけど両方ともなるべく同じ高さの方がいいんですよね、うんうん、だからちょっと傾斜があるところだったりしたら、はい、まあ、面合わせてあげる感じ、はいはい、なるほど、うん、多分傾斜があるやつだったりしたら高いところの方はちょっと下げてあげるとか、ね、なるほど、なるほど、それで OK、はい、でこれで2個できた、はい、ハンモックこれで結束、はいはい、ウーピースリングの唯一ループがあるところがあるからまずループにかけてもらう、はい、はい、なるほど、で、はい、これによって長さが調節短くなったり、はい、逆に ここまで伸びたりできる、すごい、へ、どん、あ、これでこの中がねトンネル状に中に入ってるんだよね、だから引っ張るとこの中がギュッと閉まるから止まるんです、止まる、なるほど、でこれが揺るときは膨らんで、そう、緩めるときはこうやってやれば簡単に緩めるけ ど止まる、あ、すげえ、そういうことなんだ、こう動くけど止まる、あ、すごいっていうのが、まあ、これが多分その軽量な UL ハンモックの、まあ、今のトレンドというかシステム、あ、そうなんですね、うん、他にはもうちょっとヘビーデューティーなセッティングもあるんだけど、はい、うちやっぱほら バックパッキングギアを作ってるから、まあ、なるべくコンパクトで軽くて、うん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 、っていうので言うとこのウーピースリングっていうこの調整システムが、まあ、一番いいかなって、うん、で、まあ、片っぽこういう風にループで結束したら、はい、あとはうちのハンモックの特徴でもあるんだけど、はい、ダブルゲートサックって、はい、このサックの入り口が両サイドに、はい、ある、でこれは設営の時にすごく利点があって、この状態でウーピンにつけたらこれあとほどいてもらえばここからスル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 、おー、すげえ、スル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 、ポンちゃんみんな初めてだ、スル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 すごい、で、で引っ掛けるんですか、さっきのこっちの同じように引っ掛けてあげる、はい、でこれで今ちょっと低いからこれで吊ってあげるってなると、下が濡れていても
ハンモック地面に置かなくて済むわけよ。うんうんうん、ああ、確かに。そう。で、今これちょっと低いから、はい、ちょっと上げていく。はい。で、多分これぐらいのテンション、うんうん。で、この高さの基準としては、大体腰ぐらいの高さ。うん、それは、体重乗っけるときに沈み込むから、うん、これが、まあ、膝ほどぐらいの高さでやっちゃうと、座ったときに地面についちゃう。うん、から、まあ、大体、まあ、腰だったり、はい、まあ、太ももの、まあ、もう、股関節ぐらいのところにあれば、はい、これもうちょっと上げてもいいかな、したら。で、まあ、両方でちょこちょこ、微調整して、上げてもらって、はい、そうするとちょうど腰の高さでしょ。確かに。これ。で、これで一応、ハンモックの設営は OK、OK。めっちゃ簡単です。めっちゃ簡単でしょ？めっちゃ簡単です。すごい。これでどっちからでも開けられるってことですね。どっちからでも開けられる。すごい。だから片付けるときは、逆にそれでスル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 って、中に入れて、閉めればいいってことですね。うん、で、これで OK です。で、じゃあ次じゃあ乗るとき。はい。で、乗るときに、ハンモック乗るときにまず大事なのは、ポケットの中に何か入っ、何も入ってない状態。よく、お尻のポッケに鍵が入ってたりとかすると、はい、で、やったときに出っ張っちゃうじゃない。うん、だからこうやってやって、スマホとかあったりしたら、こういうのは、まあ胸か、なるほど。どっか他の場所にちょっとバッグかなんかに入れといてもらって、とにかく、ポッケとかに鍵とか小銭でもそう。がないか確認して、はい、その状態で座ってもらうっていうやり方。うん、はい、で、座るときは、やっぱりゆっくりやる。はい、で、一応、うちのハンモックは体感重120キロまで OK。ああ、大変です。なるほど。そう。でもお客さんには大体100キロとは言ってる。はい。それは、ゆっくり慎重にやって120は、ものとしては OK だけれども、はい、やっぱ人間が使うものだったりとかするから、まあ何があるかわかんないから、うん、一応まあ100キロぐらいまでっていうふうにお客さんには提案してるんだけれども、はい、一番最初に座るときってのは、お尻から入るんだけど、はい、お尻から乗るってのは、ここの、お尻のこの面積に自分の全体重が乗っかるわけ。うん、だから座るときってのが一番ハンモックを破きやすいわけ。なるほど。だからポッケに鍵があって、ちょっとの出っ張りがあっただけでも、それでこの面積でガーって座ったときに、一点にその、80キロとかそういうのが70キロ、60キロが集中しちゃうから破れやすいから、乗るときは慎重に、はい。まずはお尻をきれいにして、でね、座るときは、まあ、片方の、これ裏表別にないから、はい。はい。いくらでも回転しちゃうから、片方の、まあ、背面になる方は持って、で、こっちでお尻を持ってもらって、はい、ここでゆっくり座ると。これだけ。タグがセンターラインにタグがついてるから、まあ、タグのあるあたりに座ればちょうどど真ん中に座れる感じ。で、まあ、ここまでそーっとこういう風にやっちゃえば、はい、ひとまずここで手に持ってれば後ろに倒れ込むことも落ちることもないから、うんうんうん、これ持つのはやっぱ推奨。座るときにいきなりこうやっていくよりかは、はい、もうこう持ってもうこれ切るぐらいな感じでやっちゃった方が安全というか。なるほど。した後は、はい、寝るだけ。はい、寝るのもなんかあるんですか、気持ちいい寝方とか。気持ちいい寝方は、はい、まあ、ハンモックってまっすぐこうやって寝る場合もある、はい、それアンダーキルトとか使ったりするとこうなんだけど、はい、これってやっぱり曲線がこうやって曲がっちゃうじゃない。うん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 、だから少しでもフラットな面を作りたいから、はい、おへそに一本杭刺してちょっとツイストさせる。あ、もう大げさな話45度ぐらいまでこうやればやるほどフラット面が作れるんだよね。あ、なるほど。ずらした方が、はい、これでやるとこうなっちゃうけど、この対角線にこうやって入る範疇でずらせばずらすほどフラット面が作りやすくなるから、あ、まあ寝やすい。なるほど。あー、もう最高。まあそんな感じ、はいはい、だから本当にまずさっきやったみたいに
いい木の感覚を見つけたら、設営するのってのは本当にまあ1分2分でできちゃう、まあ、確かにめちゃくちゃ簡単だった。だもしもなんかシート広げて何やってってセッティングするよりも早く座れて、そうですよね、もうチルできちゃうみたいな。なんか僕のイメージではテント張るのよりハンモックの方が時間かかるイメージだったけど、うん、場所さえ決まっちゃえばそうハンモックの方が全然早いかもしれない。でテントとか張るよりかは地面のあの選ぶのもすごい自由度が高いし、はい、本当に斜めのところでも張れるし、うん、岩ゴツゴツでも張れるし、うん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 、だから本当に何て言うんだろうね、前もそのうちが提案してる、はい、別に泊まりに行くわけじゃなくても日帰りで自転車でこういう森まで来て、うん、ハンモック張ってコーヒー飲んで昼寝してアニメ見て帰るとか、そんなんでも確かに全然 OK で、でさっきの量もこんなちっちゃいわけじゃない、うん、釣りストラップででもこのサイズで済むわけだから、うん、本当に自転車向き、別にフルパッキングパニアフルでつけてとかいうんじゃなく、本当まあ場所によっては多摩川とかだったらピストバイクでも行けるし、ま、少ない荷物で遊びに行けますよね、うんうん、だから今までそういう特に都内で乗ってて普段ピスト使ってるって言ってた場合でも普通にデイパック背負ってこういう遊びできるし、確かに、でもちろんバイクパッキングのそういう、まあ、2泊3日だ3泊4日だとかいう旅でも十分使えるし、うん、思った以上にハードル低いね。思った以上にハードル低い、全然簡単、簡単、誰でもできますねこれは、うん、誰でもできるって言ってね、今ね。できます。コンちゃん貼れるってこと？もう見たんできます。あ、じゃあコンちゃんに貼ってもらう。で、貼ってみようか。やってみましょう。ね、やってみましょう。はい。じゃあちょっとじゃあ、一個やってみよう。やってみようぜ。はい。あ、それをかけるんだ。うん。あ、そしたら、置かなくて大丈夫ってことですね。目線の高さで、こんちゃん本当初めてだもんね今日ね。初めてです。本当に初めて。目線の高さで。高さで。これを縛って放置。置いとく。でもう一個を。同じく。ああ、これちょっと。目線の高さで。ある。これがいまいち。あ、こうか。こっちは引っ張ると短く。引っ張ると。で、こうやってやると張るってことですね。そう。これくらいにしておいて。で、こっちを、このゲート、コードロックをリリースしてあげれば、スルスルスルといくから。なるほど。これで広げて、そう。すごい、なんか手品のようだね。あの、シルクハットからこうハンカチこう、ツルツル出す感じの。で、こっちもかけて。かけて、で、今、たるんでいくから。そう、引っ張ってあげて。そう、そこ持って引っ張ってあげれば。で、OK。で、今度はあっちを張った方がいいかもしれない。あ、こっちが行き過ぎたから。こっちをちょっと張ってあげて、高さの目安が。もうちょいですか？いや、腰ぐらいだからちょうどいいかもしれないね。このぐらいね。うん。で、こうですよね。そうだね。うわ、怖え。ひっくり返りそう。大丈夫、大丈夫。で、包んで。包んで、うおリアクションいいね。すげえ。めっちゃ気持ちいいやった、これ。ここまでで1分40秒だから。マジで今測ったら。初めてだ、ね、人生初めてだもんね。人生初ハンモックで1分です。うん、よし、こっちは靴脱いじゃおう。あ、いいっすか、ね、こうなって。うんあのやっぱちょっとコツいそうだね。ちょっそうですね。あ、でもこれでちょっと斜めにしてあげれば、およそにおへそ軸にちょっとずらしてあげればどう？こうした？あ、もうそんな、もう頭も自由だよ。頭も自由。頭もこれ枕代わりにいいポジション見つけれれば、OK。何これ、なんか森の小動物みたいな、そういう動物いそうな感じなんだけど次チュウヤンさん行っちゃう。チュウヤンさん、ちょっと地面斜めだけどここはいけそうです。ああ、そことそこと、そこ、うん、こっち
普通にベンチ代わりで座るのいいですね。さすがやっぱさすが元ボーイスカウトだけになんかこういうこんちゃん元ボーイスカウトであとはスル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 とだうあもうこのまんま今日寝そうだ本当にもうこれを普通に頭に入れちゃってもいいしポジションありそうですねそうポジションが自分でいいのをいいとこ見つけてですね、うん、でハンモックって腰曲がるんじゃないかなと思うきや意外と意外とフラットですフラットでしょ、うん、寝てる時あと本当にハンモックでキャンプ行けそうだな全然寝れそうですよねこれで、うん、だからちゃんと寝袋と、まあ、マットだったり、まあ、アンダーキルだったりとかそのオーバーナイトで過ごす装備がプラスアルファで持っていけば全然問題ないこれにマット敷いて寝袋って感じですかうん、一番まず簡単なのは手持ちのマットを敷いて手持ちの寝袋で寝るうんこれずっと寝てると夏場でもそうなんだけど背中結構寒くなるあ確かにだからマット1枚敷いて自分の寝袋ああもしくはハンモック用にアンダーキルトっていうハンモックに巻く寝袋があるんだよ。へぇとそうすると、背中は寒くはない。これごと、温める感じ。温めちゃって、もう塞いじゃうみたいな感じ。あそれめっちゃいいですよね。そうそうこれね普通にベンチみたいな感じで。2023年のベストバイです。これはもう。うん、これ焚き火は最高ですね、多分。だから、なんか、今までそのハンモックっていうとその、まあ、どういう使われ方してたのか分かんないけど、まあ、キャンプで使うのかなとか、うん、ハンモックの存在自体はみんな知ってたとしてもどうやって運用というか、うん、どういうシチュエーションで使おうかってなった時に、うん、多分僕らはバックパッカーだし自転車乗りだったりとかするんだったらやっぱりライドの途中で昼寝するためだけに持つっていうのだったら、うんテントとか、ただグランドシートでピクニックするより、ハンモック1個でコーヒー飲んでっていう、ほんとピクニック、日帰りピクニックで使う。うん、で、特に木がなきゃいけないから、やっぱ森に行かなきゃいけないけど、うん、だからハンモック張りに行くっていう理由で森に目指すっていうのも、確かに。ペダル踏む理由にはなるしさ。うん、これ最高の休憩になりますね。最高の休憩になる。マジで。